もし一度ルフィは死んでいたとしたら、なるほどね、割り俺死んだ。ルフィってなぜか死に楽観的な印象が僕の中であるんですよね。確かに。さらにルフィは雷が効きませんよね。まあ僕だから、ね、実はブルックも雷効かないんですよ。へー。ルフィはすでに悪魔の実を2つ食べていた。まあもちろんそんなわけないだろうとか、いつだよとか、可能なのかよとか、いろんな声が聞こえそうですが、一つ一つ潰していって、あ、そういうことねっていうところまで皆さんと一緒に行きたいと思います。ぜひお楽しみに。僕じゃあ発表します。ルフィの疑惑、悪魔の実は2つ食べられるのか、もう一つの悪魔の実、以上の目次で発表したいと思います。ルフィの疑惑、この目次から話していきましょう。僕はどうしてルフィがすでに悪魔の実を2つ食べていると考えたのか。そのきっかけはワンピースを読み込んでいる方なら知っている1話のあのシーンです。それがこちら。お前なんかが海賊になれるか、金槌は海賊にとって致命的だぜ。ルフィがゴムゴムの実を食べる前の会話。ルフィはゴムゴムの実を食べる前から金槌なんですよ。変だね。ワンピースで金槌って言ったらやっぱり悪魔の実が出てきますと。いやまあその印象しかないよね、むしろ。なので今回はこの1話のシーンからルフィはゴムゴムの実を食べる前にすでに何らかの悪魔の実を食べていたのではないかという線で考察をしましたね。なるほど。悪魔の実は2つ食べられるのか、この目次を話していきましょう。この考察をしていく上でまず解決しないといけないことは、そもそも悪魔の実は2つ食べられるのかという問題です。世間一般的では悪魔の実は2つ以上食べられないという認識で広まっていることが多いと思います。能力者ってのはな、体の中に1匹悪魔を宿してるってことなんだ。お前が言っているのは実を2つ口にしたものの事例だ。体が跡形もなく飛び散って死ぬという、この発言から悪魔の実を2つ食べたら死ぬという噂が広まっている。ここで思い出してほしいのが黒ひげですね。黒ひげって闇闇の実の能力に加えて頂上戦争でグラグラの実の能力も得ていますよね。2つ使えるってことね。黒ひげがどのようにして2つ目のグラグラの実の能力を得たのか、これ原理自体は分かっていません。しかしこの発言に注目してもらうと分かることがあるんです。さてオペオペの実は売るか使うか悩ましいな。皆さんこれ分かりましたか？黒ひげは瀕死の牢を目の前にしてオペオペの実を売るか使うか悩んでいる。これのどこに注目してほしいのかというと、売る選択肢を考えているということですね。おお、そういうことか。はい、うん、売れるということは黒ひげは何らかの方法により能力者から能力を奪って一つの果実にすることができるということなんですよ、うん、ということは黒ひげは頂上戦争で白ひげから能力を奪いグラグラの実にしてそれを食べた可能性だって考えられるんですよ。もし仮にこのように黒ひげが白ひげの能力を得た方法がグラグラの実の状態にして食べるによるものだったとしても、そもそも黒ひげは体が異形だったりするということもあるので、悪魔の実を2つ食べられないという話はガセなんだ、こういう結論になるのは無理があるかなと思うんですよね。なるほど。これやってんのが黒ひげだからってことか。異形っていう説明があるからそこのことを古虫することはできないと。他のやつだった場合はあれ2つ食べれないがガセだったねってなるけど、ではどうしましょうと。諦めましょういや諦めらんないよ。で諦めてきたやつらがあれでしょ、売れてる考察者の人。やめろよその言い方。いや2つ食えんのかな、食えないって言ってるもんないやいやいや、でしょ、結論出るんですかこれ。結論ね、僕は出ました。おお、僕はね、はい、売れてふんぞり返って考察をねやめた人とは違うんで、お、僕はね結論出しましたよ。ルフィが悪魔の実を2つ食べていると証明できるものを見つけました。もう一つの悪魔の実、この目次を話していきましょう。なぜ僕は先ほどの話があるのにもかかわらずルフィが2つの悪魔の実を食べていた説にこんな自信を持っているのか。確かに。それはある特殊な悪魔の実を僕は知っているからです。皆さんにもその悪魔の実を教えましょう。読み読みの実ですね。
はい、フルクロ音読みの実に対するある発言が鍵になっています。その実はもう役目を果たして金槌だけが残ってんだろ。このセリフ、これどういうことか分かりました？なんとなく分かりますね。この発言を元に考えるとすると、読み読みの実の力とは死後復活し生き返る力。その力を使い終わった読み読みの実は役目を果たして金槌だけが残ったという話になるんですよ。役目を果たして金槌だけ残る。通常悪魔の実は能力者が死んだタイミングで他の果実に再び宿るとされている。いわば死んだタイミングが役割を果たしたタイミングっていうわけなんです。しかしですよ、読み読みの実は能力者が生き返るタイミングで悪魔の実としての役割を果たし、他の果実に再び宿るという特殊な悪魔の実だったりするんじゃないですかね。みたいなこと言ってるよね。だからブルックは今骨だけブルックの状態じゃん、はい、あの時にはもう悪魔の力はなくて金槌だけになっちゃったんだよねみたいなセリフでしょ。そうなんですよ。言ってしまえば通常の悪魔の実の能力者として死ぬタイミングはあると、そのタイミングで生き返る能力は発動する、うん、あれだよね。だからエースとブルックだったじゃん、うん、こうやって生きてきて死にました、うん、どっちも悪魔の実はじゃあねーって飛んでった、うん、でもブルックだけはここで再生復活する能力っていうのがあるから、エースは死んじゃったけどブルックはまだ生き続けてるってことだよね。そう。でもここで悪魔の実が消えるタイミングは一緒だから、悪魔の実はもうブルックにないよ、でも必ずだけ残っちゃってるよみたいなセリフってことだよね。まさにそうなんですよ。さすがですね、理解力さすがですね。エースの例も踏まえて分かりやすか、俺の方が分かりやすかったねこれね。マジで、噛み砕いてくれたみたいな感あるよね。まあまあ、二人で一つじゃん。デフテックみたいなことでしょ。いや、ちょっと例えが悪いな。例えは悪いな。お前は例えたんだから、自信を持てよ。デフテックに失礼だし。まあまあまあ、そのようなことですね。同時に起こったと考えれば、そのように説明がつく。ああ、確かに。ちゃんとしてるね、だから。ゴムゴムの実を食べる前から金槌だったルフィ。もしも、この金槌の理由が、読み読みの実によるものだったとしたら、どうでしょう。もし一度ルフィは死んでいたとしたら、なるほどね。もう自分に拍手をしたいですね。もうでも確かにこちらを見てください。割り俺死んだ。ルフィってなぜか死に楽観的な印象が僕の中であるんですよね。確かに。しかも死に対する発言、ブルックと被るものがあるんですよ。生物みな死んだら骨だけ、死んだらみんな骨だけだ。この2つのシーン、なんだかブルックとルフィが被るんです。先ほどから話してきているように、読み読みの実は生き返るタイミングで他の果実に再び宿るとするなら、ブルック以外にも読み読みの実を食べる人物がいてもおかしくない。そうか。もしその人物がルフィだとして、ルフィが読み読みの実により生き返ったとしたら、先ほどまで話してきていることを踏まえると、悪魔の実の力は役目を果たし、金槌の代償だけが残り、再び他の果実に宿るということになりますよね、うん、じゃあまだ読み読みの実食えるやついるじゃん。そういう意味あってもいいよね、うん、人間に引き継げるみたいな、受け継がれる意志みたいなね、おあってもいいですよね。でもおもろいねそれ。能力者ってのはな、体の中に一匹悪魔を宿してるってことなんだ。先ほどから話してきていることからすると、読み読みの実は生き返るタイミングで悪魔の実としての役割を果たす、いわば読み読みの実は体からなくなるようなものなんです。ということは能力者ではなくなるということ。このことを踏まえると、読み読みの実の能力により生き返ったものは能力者ではなくなるので、ブルックはもう一個悪魔の実を食べられるかもしれないというような話にもなってくるんですよ。確かに。この場合ならルフィがもともと金槌だった理由、ゴムゴムの実を食べられた理由の説明がつくんですよね。本当じゃん。ブルックが今使ってる能力って、まあ、能力者じゃ ないんだったら、あれの能力は何なんだって思う方もいるかもしれませんが、魂だったりするんですか。ブルックの本体ってあの骨じゃなくて魂なんですよ。そうだよね。だってそれでさまよってたところだもんね。ブルックの本体ということで説明がつく。黄泉の霊気とかは黄泉の国に行ったからブルックが使えるというふうに考えれば説明がつくと思います。さらにここに根拠を加えるとすると、ルフィとブルックには体質の共通点もあるんです。例えば牛乳を飲んで骨が復活したり歯が復活したり、復活しているところが似ています。さらにルフィは雷が効きませんよね。ゴムだから。
実はブルックも雷効かないんですよ。へえ、これ驚きじゃないですか。それは知らんかったな。ルフィがゴムゴムの実を食べる前にヨミヨミの実を食べていたら面白いですよねっていう考察です。おということで、この動画がいいと思いましたら、いいという意味合いを込めてごちそうさまですとコメント欄で書いていただいております。使っていただきありがとうございます。考察面白かったら学校や職場で僕たちを広めてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ベイ。